ハロー。ゆみです。りこです。突然ですけど、カナダのイメージってどんなもんだと思いますか？まあ、カナダといえばハンバーガーとか、あとはそうだね、ピザとか。ですよね。でも実は違うんです。え？私はあるところに行ってきました。どこなんですか？ご覧ください。はい。はい、ということでこちらクリスタルモールです。イエーイ。私ここ行ったことないんですけど、どういうモールなんですか？さあ、じゃあ中を覗いてみましょう。レッツゴー。レッツゴー。もうカナダじゃないんです。皆さん壁を注意してご覧ください。何か気づきませんか？はい。何でしょう？全部漢字。イグザクトリーです。ちょっとやばいね。これね、すごくないですか？はい、こちら2階のフードコートに来ました。お、フードコートで、これはもう全部もしかしてチャイニーズフード？そうなんです、全部。ちょっと日本食もあったんですけど、基本全部チャイニーズフードですね。へー、ほら、見てください。待って、これさ、人すごい多いじゃん、これきちんとソーシャルディスタンスとか保たれてる？保たれてない。お客さん、店員さん 99% アジア人だと思います。私、すごくないですか？ここカナダです。皆さん想像できます？すごいね。見て、感じだよ。あら、美味しそうでしょ。あ、美味しそう。ちょっとお腹すいてきた。いいよね。はい、ここのお店はもう漢字でね、私たちはまあ漢字わかるからいいかもしれんけど、そうね、でもわからん。わからんよね。関東にはおでんみたいな。そういうこと。これ何や？これはワンタンとか。これワンタンか。うん、はい、北京ダック。すげえ。あ、これね、美味しいんです。私おすすめのお店で、エスカレーター2階に上がって、突き当たりまで行ってもらうと黄色い看板があって、こんな感じで小籠包。あのね、マジで美味しいです。美味しそう。あー、美味しいね。小籠包いいね。美味しいよね。美味しい。ということで、今ね、私はこれはどこで食べようか考えているところです。何店舗ぐらいあるの？何店舗あるんだろう、わからん。まあ、でも結構ある。結構あるよ、うん。ここはね、何屋さんか、もう豆こな、なんて書いたんだろうね。もう全然99しかわかんないね。それな、これは、でも米、土、豆、だから、ヌードル、そんな感じかな。すごいね。看板の、店の名前がわからん。ね、あ、こんな感じ。ここはね、親切に写真が載せてあるから、私たちもね、イメージしやすくてよかったけど、ほら見て、全部感じ。はい、こちら日本料理です。これはもちろん日本人の。違うと思います。なんかね、ザ・海外みたいな日本食。Can I get a number 10? Number 10? Yeah. Do you want spicy? Yes, please. How? Small, medium, large? Medium. Medium, okay. Poke here to go. Poke, please. Poke here, $5 deposit for the hot pot. When you finish, you give me the hot pot, I give you the money. So $12.75. Yeah. Cash only.なんか注文のやり取り聞いたけど、おばさんすごいね。これお姉ちゃんなんだけどね。お姉ちゃんか。どこへ、どこへ。すごいじゃん。もうなんか返事をさ、もう何も言えないでしょ。うん、もう超怖いから。なんて言ってるかわからなかった私。うん、とりあえずね、あのデポジットで、鍋のデポジットで5ドルを取るぞと、いうことでした。はいはい。でキャッシュオンリー、最後キャッシュオンリーですね。すごかったな。勢いが違うで。さすがだで。で、これはいろいろ今待ってる状態。あ、そうそう、今ね、あの番号札をもらって待ってる状態で、はい、こちら。あ、美味しそう。届きました。ほら、泡がグツグツしてて、なんか火鍋っていうの、鉄の鍋。安い。そう、560、じゃ600円ぐらいか。はい、これお友達が頼んだワンタンのお店。これトムヤンクみたいな感じ。ちょっとスパイシーな。あ、そう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 。で、これデザートでいった、あのお茶と、かき氷かなが有名みたい。何を頼んだの、ちなみに。私はフォーシーズンティーっていう、なんか紅茶。
え、もちろんさ、うん、あのシュガーの量聞かれた？それはね、聞かれんかったからね。聞かれんかったんかい。聞かれんかったけど、言うたらね、うん、あのどうやって払うか聞いてたみたいな。めっちゃ話全然聞いてないからさ。すごいな。そうやって聞かれるもんだと思うじゃん。あ、美味しそう。決まってたわ。決まっとったか。うん、これ美味しそうだね。これは何？これはね、多分香港系のお店で、洋麺、カノ麺で。すげえな。だってさ、こういう系のお店ってさ、中国系のお店ってメニューが多くない？うん、多い。タピオカのお店もそうだけどさ、うんうん、多いよね。これは何？わかんないよ。もうわかんないね。これね、1階に来たんだよ。あ、これは1階か。うん、あ、香辛料ね。とか、ね、スパイシーとか漢方系みたいな。漢方ね、うん、もうね、マジここどこみたいなね。本当な、カナダですからね。すごくカナダね、はい、ここはでもしかも、うん、チャイナタウンって言われてる場所じゃないのにね。そうそう、チャイナタウン別であるからね。別であるからね。これはクリーニングだって。すげえな、漢字しか見えんなそれな、うん、これもまたちょっと漢方系かな。すごい匂いがね、なんか独特だった、やっぱ。うん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 。あ、でもちゃんとソーシャルディスタンスのスティッカーを貼ってんだ。うん。やることはでもちゃんとやってんだ。多分ね。うん。これお豆腐屋さんで、うんうん、なんか結構ね、おすすめ、うん、お友達おすすめっつって。え、じゃあ今度ちょっと買ってみてよ。え？オッケー。ねえ。うん。ちょっとわからんでな。うん、挑戦ね。うん、あれ？これまたね、お隣も。ちょっとさ、どんだけ漢方あるの？どんだけ激戦ここ？はい、え、ちょっと待ちな。あのね、これお店だよ。もうさ、いい顔して食べとるで。うまそうだな、あんた。一人の人働いとるやん。ボスだ、ボスボス。ボス。はい、お隣。この日も寝てるのかな、完全防備だね。はい、ということで、こちらは本当にマジで爆睡してた。これ何や？シーフード？うん、シーフード。寝てった、寝てった。はい。ここはね、八百屋さんかな。八百屋さんだね。このね、桃の扱い。ドバーって。もう色がなんかね、すごいよね。緑。緑。もうなんか本当、中国って感じだよね。うん。なんかね、うん、野菜の名前もとかも全部漢字だから。すごいね。何？ピータン。あ、ピータン、うん。はい、ケーキ。からの、ザ肉。やだな、ケーキ屋の隣に肉屋、マジで。見て。マジキモい。足？これなんて書いてあるの？もういくらかもわからない。達筆すぎるわ。そうね、すごいから。はい、こちらね、冷凍のシーフードね、7.99 だそうですよ。もう安いね。640円ぐらい、これ一袋。安いよ。うん、で、こっからなんかね、気になる書いてほしいテープ、どんだけ使い回してるの？ご用なんだ、ジュヨーンって。お惣菜。お惣菜か。なんかね、鳥の足があったよ。うわ。すごいね。好きやな。ここまた北京ダックかな。うんうんうん。おっちゃん、なんか切っとったわ。はい、ということで以上です。ありがとうございました。はい、ということで、こちらの動画が良かったら、いいねボタンと、チャンネル登録をお願いします。お願いします。バイバーイ。バイバーイ。